和田九太郎は日本の無政府主義者、労働運動家、廃人である。温厚な人柄で、久志さんあるいは、九太の愛称で親しまれた。福田大将狙撃事件で逮捕され、無期懲役。国中で、俳句等の著述をしたが、しばらく後に自殺した。背合は、酔い鉢、水砲で、和田酔い鉢とも称す。兵庫県赤市市財木町に生まれた。父は、 生魚問屋に勤めていたが、貧乏子だくさんで、経済的に貧窮九太郎は、角膜の病気で小学校もあまり行けず、11歳から大阪北浜の株屋に、鉄地暴行に出た。その後、仕事の傍ら実業補修学校に通って、長じて七夜の番頭となり、人足に転じ、こうと、社夫を経て、労働運動に身を投じるようになった。 また15歳の頃から俳句を足しなんだ。売文社に入社して、坂井俊彦や大杉久志らと親交を結んだ。サンディカリズムを熱心に研究し、久災田宇之助と共に、日陰茶屋事件で人望を失った後の大杉久志の両腕と呼ばれるようになった。淀橋町柏木の大杉家の二階に寄宿し、和田と久災田、村木玄二郎は、同宿同伴の中であった。 社会の底辺の人々を愛し、無政府主義伝道と称して、全国を流浪して、体を壊したために、1923年2月頃から5月まで、栃木県那須温泉の旅館小松屋新館で当時、そこで、浅草12階の商婦、堀口直江と恋に落ちて、性病に感染したが、東京に戻ってからも交際を続けた。1923年9月。 関東大震災の直後に、親友の大杉久氏が殺害された甘かす事件では、大きな衝撃を受け、右翼団体に、葬儀の際に遺骨を盗まれる至って激憤。彼の仇を討つという名目で、前年まで、海厳司令官の地位にあった、陸軍大将、福田正太郎の暗殺を、ギロチン社の古田大二郎や、村木ら4名と計画。和田らは、福田大将が、 甘かす事件の命令者と考えていた。はじめは爆弾テロを計画して爆弾を試作して、下役谷中清水町の公衆便所や青山墓地で実験するも不発、ピストルでの襲撃に切り替えた。1924年9月1日、震災の一周年期に東京本郷三丁目のフランス料理店、円楽圏で福田大将を待ち伏せした。 しかし初段は安全のために空砲が装填されていたことを和田は知らず、至近距離からの発砲であったが失敗。対象の同行者であった石浦健治大佐にその場で取り押さえられ、ほとんど怪我すらさせられずに逮捕された。1925年、蒸気罪状の併合罪にて、無期懲役判決。あまりに重い量刑に、弁護士の山崎家作屋は、自身憲兵家事巡査。 甘春は三人殺しで、仮出国。久しさん未遂で、無期懲役。と憤慨した。ただし翌年の大正天皇の崩御により、恩赦があり、懲役20年に減刑された。最初、阿波尻刑務所に入れられ、秋田刑務所に移送。俳句などを多く作って手紙などにしたため、獄中から友人に送った。著作、獄僧からは1927年に出版され、 その俳句は、芥川龍之介の絶賛を受けた。しかし和田は長く、肺病を患っており、古田の消し、村木の病死を知って悲観し、1928年2月20日午後7時頃、監視の目を盗んで自殺した。もろもろの悩みも、小ゆる雪の風、和田久太郎の辞世の句、秋田刑務所にて、和田の意外は、労働者の近藤健次らが、秋田県まで行ってもらい受けて、 ダビニフ氏、都営青山霊園の古田大二郎の墓側に葬られた。ありがとうございます。